玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字生徒部令和6年1月号のですね、中学1年生の検定課題を書きながら説明いたします。今回の課題は自由な発想、はい、こちらを学んでいきます。はい、1月からですね、5文字のひらがな混じりの行書課題ですね、こちらを書いていきますね。4文字とは違って1文字ずつを小さく書きますので、筆の穂先をですね、押し付けることなくですね、しっかりと穂先を効かして書くというところが大切になります。また行書ですので、点画の間のですね、気持ちのつながりを意識して書きましょう。この字のね、横画のこの穂先のね、こう次の画に向かっていく感じですね。こちら、はい、ここもそうですね。はい、気持ちのつながりを大切にしましょう。またですね、発の曲がりの部分もですね、収筆は軽く止めています。はい、そして層、層の起辺のですね、3画目は一度筆を止めてから次の画に進んでいくという書き方ですね。また字と U の縦画ですね、字は縦まっすぐですけれども、U は内側に入るといった書き方となります。はい、赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どんなところにですね、注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでからですね、書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、字ですね。まずは、はい、一画目、左下に払うようにして離さずに斜めに押さえて、そして縦にまっすぐ行きます。角の中を通って押さえて右上がり、はい、点接です。斜めに押さえてから内側に、あとはごめんなさい、まっすぐ下にで入っていきますね。そして4画目、横画、縦角に接しません。はい、次の角に向かって。次の角に向かって。はい、字ですね。はい、U。縦角は内側に寄せていきます。角の中を通って、押す、外に出て押さえて右上がり。はい、点接、斜めに押さえてからここ内側に寄せていきます。丸みをつけていきますね。はい、縦角、縦まっすぐ、そして跳ねます。で、4画目に向かって横画の長さを気をつけて払って、次の画に向かっていってから、そして横画です。はい、な、右上がり、きつめの右上がりですね。はい、止めて、そして2画目、左下に、はい、止める位置1画目よりも左です。あ、ごめんなさい、右です。そして洗って3画目、止めて続けます。はい、ここでちょっと軽くです、止めてから、で、ここで軽く返していきます。穂先が下になります。ここでこのまま右下にと向かっていって、最後止めます。はい、次は発です。はい、右上がり、中心のところで押さえてから、中心部左で押さえてからですね。で、左下に伸び伸びと払って、で、次の角に向かって3画目、筆順気をつけてください。これで離さずに右払いで次第に太くして、止める位置は左払いよりも上、そして横に方向に行って軽く止めます。そして5画目払って、6画目右上がり、
はい、角の中を通って7角目。はい、8角目は次第に筆圧を加えて止めます。で、9角目。はい、さっきは角のここ横は上を通って、そして押さえて次へと向かっていきます。はい、そうです。右上がり、そして2画目は横画の右側に接して立てて、はい、3画目こと止めて次の画に向かって払って、4画目です。縦画、画の中を通って次外に出て押さえて5画目、右上がり、転接立てて、そして6画目、はい、穂先に注意して、そして同じ方向に同じ間隔に、そしてそこから9画目です。はい、縦組みに行ってから10画目は木偏の下、はい、ここ次第に太くします。グッとちょっと右上に上げてから内側に、そして11画目ここです。4画目の下でつなげていきます。そしてここで押さえて払うといった書き方となります。はい、このようにして書いていきましょう。気持ちのつながりを大切にしていきます。字と言うの縦画の方向ね、注意してみてください。初の8画目は次第に太くして止めてから、9画目も曲がり止めますね。そして層の3画目も止めてから次の画に向かっていくという書き方となります。はい、今日は以上です。